橋本選手です。まあ、よく言われるんだけど最近ほら四国の若手がたくさん出てきて、はい、すんなり番手回ったりとか、はい、そういうケースが多くなったじゃない。はい、そうですね。成績良くなった？成績は今のところあんま変わってないですね。変わってない、はい。若手の恩恵は受けてない？僕は受けてないですね。なんでだろう？ちょっとまだ点数足りてないですね。どちらが？僕の方が。あ、そう、はい。若手が上走ってるってこと？いや、先輩方がまだいっぱいいるんで。そうか、はい、あの一社下がったりしなきゃいけない。そうですね、はい。まあ、でも今回特選からだけど。そうですね、今回は回れそうなんでしっかり頑張ります。ね、それもあるし若い選手にも頑張ってもらわなきゃ。そうですね、はい。どう、若い選手とその、ね、息のいい先行選手と走るときって何か違うことある？そうですね、やっぱりあの気持ちが最近の若い子強いんで、うん、まあ、それに負けないように僕もしっかり走らないといけないなと思ってます。余計だけどプレッシャーはかかるんじゃない？そうですね、かかってきますね。さあ、今回弥彦記念ですけど弥彦競輪場の成績はどうなの？1着も取れてるんで、まあ、悪くないと思います。バンク自体は、まあ、好きな方だと思います。まあ、追い込み選手にしてみればね、はい、若干直線長い方が。そうですね、はい、あの最後にコース探して突っ込めるところも。そうですね、はい。弥彦、ね、神社には行ってないです。い、はい、そうか、どうかな、そしたらって言ってもおかしいけどね。では、ファンの皆様に一言。はい、精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、橋本先生でした。